こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。若松宗男ラジオスタイルでお送りいたします。今月も明日で終わりでございます。まあ今日ちょっと、用事があって会社へ行ってきたんですけれども、まあ人はねだいぶ少なくなってきてますけど、まだね昨年ほどね、昨年の緊急事態宣言の時ほどは少なくなってないですね。まあ非常にこう不安な状態が続きそうでございます。まあ緊急事態宣言もね、やはりまあ3月の7日くらいまでなんか続きそう、続きそうだというような状況で非常に心配でございます。まあ今日ね用事で会社へ行ってきたんですけれども、実は私のところでね、CD を発売する方がいらっしゃいまして、実は今日発売でございます。1月の30日でございます。K さんっていう女性の方で、桂という字を書いて K、K さんっていう方でございますが、実はアルバムを作りましてね、11曲入りのアルバムでございます。これがなかなかね素晴らしい仕上がりでございましてね、まあ詩の世界もね本当にこう心情的で、なんかこう心打たれる、作品でございまして、まあ11曲入ってるんですけれども、どれもこれもね、素晴らしい仕上がりでございます。今日もですから会社で私はもう 何度もこのアルバムを聴いておりましてね、なんかやっぱり癒される感じでございます。アルバムのねタイトルは思いねっていう、思うっていうのはこう相談の相に心という字ですね。あと意は、ひらがなの日ですね。根は音楽の、音、それで日はちっちゃい字で思いねというタイトルのアルバムでございます。まあ作詞はね、なんていうんですかね、男性の方でシンガさんっていう非常に前からねいい詩を書いて、いらっしゃる方でございまして、作曲は米田真理さんっていう、方でございます。でアレンジがねまたとってもね素晴らしくてね、あがりさんという方でございますけれども、もともとなんかジャズをやってた方らしいんですが、いやこれは本当にね、できるだけ多くの方に聞いていただけたら非常に嬉しいなっていう感じがいたします。でまあ K さんっていう歌ってる方でございますけれども、もともとね幼少の頃有名なね西六郷少年少女合唱団ってあるんですけども、そこに在籍されておりましてね、それでまあ高校時代はまあ当時流行ってたいわゆるフォークソングですね、フォークソングにいろいろとこう関心が多くありまして、で最近はねいろんなやっぱりまあシャンソンとかまあカンツォーネとかね、そういう非常にこうまあクラシック的な、ポップの音楽を中心に、まあライブ活動なんかも含めて、やっておられる方でございます。ぜひねこのアルバムを広めていきたいなと思っております。まあ代表曲はですね甘えさせてくださいっていう曲なんですけれども、これはカラオケにも配信、いたします。まあそんなことで非常に素晴らしい、歌手の方でございます。作品も本当に何度も聴けば聴くほど心にしみるいい作品でございますので、今日は K さん のアルバムの発売日でしたので、そんなことをお話しいたしました。ぜひ皆さん応援していただきたくよろしくお願いいたします。ありがとうございます。